はい、今は、家の前の工事が今やってるので避難してる最中でした。はい、で、ここ避難所からなんですけども、いつものハンドタオルが、ギフトから、アマゾンギフトが届いたので、ありがとうございますという動画をね。そう、今回もありがとうございます。もう安定的にもらえてるから、安心して今回ね、箱はまちまち、毎回箱がまちまちなんだけど、今回はね、綺麗にこう縦に並んで入ってて、上に紙もちゃんと敷いてあって、その紙を早速使って、こっちの紙じゃなくて、なんかこう包装用の紙って言って、緩衝材のね、それも使えてね、ナイスギフトでした。ありがとうございました。そうだね、ここ今もこの車の中に積んで、これで曇った窓を拭いたりそうなんですよ使い勝手いいですよね。これね、すごいいいね。本当、後ろとかもちょっとキュッキュッキュッて結構綺麗にね。そうそう、窓が、こう開けられなくてっていうのは、その養豚場が近いらしい。そうなんで、家畜の匂いとかがまずいので、一応締め切りっぱなしと。いうところで、ここで4時間近くね、過ごさなきゃいけないので結構曇ってきちゃうんですけど、そんな時活躍したりしてますね。大活躍だね、これ。鼻も噛めるしね。鼻も噛めるし、特にフロントとかね、運転するのに見えなくなっちゃうから、そうでもティッシュで拭くとさ、毛羽がすごいついちゃうじゃん。だね、だけどこれはそういう毛羽がつかずに、しっかりこう水滴も取ってくれるからね。そうだね、これがないと事故っちゃいますね。どうしろ、紅葉してるの見えるかな。ものすごい横着物みたいな感じ。いや、これ、これはまっちゃって動けないですよね。そうなんだよ、これね、なんだろう、この姿勢的にね、ほんとこう起き上がれない状態になっちゃってるね、今ね、ここで掴んでもちょっと難しい感じですね。これね、すごい、当面はちょっと動けないので、こんな感じでですけど、まあ見えないかな。ついでに掃除までになったら、そうだね、掃除もできて助かってますと。ねえ、ほんと助かってます。ありがとうございます。ティッシュでありがとう。ありがとうございます。はい、